オフィスでするスポーツといったら、ボールをゴールに入れましょう。会議に行ってきます。すぐに戻ります。やったー、自由時間。自由に遊びましょう。おーっと、まあいっか、上司はいません。上司が席を外している間に面白い遊びを思いつきます。ティッシュ爆弾が当たりましたか？開始の合図です。オフィス戦争が始まりました。すべての部隊へ身を隠してバリケードを作ってください。相手も完全武装しています。でもどうやら爆弾切れです。新しい武器を作らなければなりません。筒を短くカットします。発射装置のフレームを作ります。段ボールを丸く切ってアームに取り付けます。ゴムバンドをアームに結んで発射装置の完成です。新しい装置をセットして用意発射。このパワーは計り知れません。直撃です。勝利。やったー。おっと、段ボールの巨大ロボットがこちらに来ます。助けてー。このオフィスは退屈で死にかけています。おいみんな、何暇してるの？ダーツしようよ。コンパスでダーツのターゲットを描きます。カラフルなフェルトをカットしてテンプレートに貼り付けます。ターゲットを厚い段ボールに貼り、ゴムバンドを後ろにつけます。マジックテープの硬い方を丸くカットしてピンポン玉に貼り付けます。では誰がターゲットになるかを決めましょう。負けた。ダーツ選手権を始めましょう。しかしターゲットが素早く動きます。これをどうにかしないといつでもテープが使えます。これでターゲットは逃げません。仕事は順調です。同僚たちがプロジェクトにこんなに熱心に取り組んでいるのを見たことはありません。何がそんなに集中させているのでしょう。お給料をアップしたいのでしょうか。彼らが何のプロジェクトに取り組んでいるのか見てみましょう。プロジェクトホールインワン。テスト機が離陸します。ボールに当たりターゲットに向かって進んでいきます。入りました。すべての計算は正しいことが証明されました。史上最高のエンジニアです。一体。華麗なる空中戦が繰り広げられています。おいみんな、こっちこっち。こっちにも飛行機飛ばしてよ。いいよ、それなら自分でアイデアを考えます。押しピンを紙に挟み、紙飛行機を作ります。風船にカラフルな粉を入れて飛ばします。うわー、なんとカラフルな結果でしょう。航空ショーを続けましょう。そしてこちらが最初の犠牲者です。面白いオフィスゲームを思いつきました。同僚のために新しい体を選んでください。うわー、オランウータンの体がとってもよく似合いますね。こちらは可愛いお猿さん。ペンギンってこんなにひょうきんな顔でしたか？タイガーウーマン。人面魚。ダチョウ。ラマ。これはオフィスですか？動物園ですか？みんながサボっているオフィスで一人だけ仕事に集中するのはかなり難しいことです。ねえ、まさかここで仕事しようと思ってる？真面目人間はここから出て行ってください。僕だって楽しいこと知ってるさ。細長い緩衝材でリングを作ります。串を等間隔に刺します。今度はワイヤーを中に入れて強度をつけます。リングの両端を接続し、串に刺します。アクリル絵の具で塗りましょう。チュールで小さな袋を縫います。上のリングに接着します。じゃあ、バスケットボールでもしない？いい案ですね。ヘッドバスケットボールは仕事中に脳をリラックスさせる素晴らしい方法です。ダンクシュートだって決められます。2人はオフィスで忙しくしています。サッカーゲームで。なんかサッカーしてる人って憧れる。どうやって彼の気を引きますか？普通に話しかけるだけではダメです。アイディアがあります。毛糸を指に巻きつけ、1本の糸の両端に2つの小さな束を作ります。これをピンで発泡スチロールに固定します。これでネットを作りましょう。余分をカットして足バンドを横に取り付けます。君たち、ゴールを待つ経験豊富なゴールキーパーがここにいますよ。オフィスサッカーの試合が始まります。ゴール！仕事をすると喉が渇きます。でもなぜか毎回自分が飲むときにボトルは空です。それなら状況を変えましょう。皆さん、これからは水代を払わなければなりません。これで水は彼女のものです。オフィスゲームはいかがでしたか？明日早速同僚とやってみたいゲームをコメントください。バスケットボール、バレーボール、風船爆弾ですか？そして皆さん、チャンネル登録してベルをクリックしてください。ウーフーの陽気な新しいゲームのアイデアをお見逃しなく。